皆さんこんにちは。今回はシリカバースデーを弾いていこうかと思います。このねタンクがめちゃくちゃやりやすいやつ、超治癒強化4って書いてあるやつですね。でさらに先制意志までついてると、だからタンクでめちゃくちゃ使いやすいんで、これが、どうしても欲しいということで弾いていこうかと思います。こちらはまあカーブっていうね、モーションがめちゃくちゃ速いやつで、しかも探検コネクトで、まあ一応火力効果もあるっていうことで、まあこれもね、当たったら嬉しいなって感じで、引いていこうかと思います。ステップ1、行ってみましょう。あ、なんかシリカバースデーのこの背景は、あれですね、47層のやつですかね。シリカバースデーパネルもなんかちょっと面白かったですけど、あれは47層にあったやつ、ちょっと、ツイッターじゃねえ、X か。X でポストしましたけれども。まあ、とりあえずちょっと、見ていきますか。まあ、ステップ1だからさすがに、まあ、なんかいいの出なさそうではあるんですけど。このオーダー、ステップ3でもう星4が確定で、しかも確定枠で 25% 排出率なんで。まあ、ちょっと、いいですね。期待しちゃいますね。まあ、他のシリカ出たら出たで、まあもう1周2周とか引いていく感じになると思うんですけど、まあでもやっぱり今回はアビリティ、さっきのやつですね、先制維持のやつ、当たるまでやっぱ引いていきたいなって感じなんで、なんか爆死、もう最近はね、毎回神引きで爆死してないんですけど、まあ神引きできるまで無理やり引いてるんですよね。神引きできるまで、ジェムを頑張って貯めてるんで、毎回、運なんだけどさ、神引きできる範囲のジェムまで貯めてるんで、まあ、計画的というか、まあ、ステップ1こんな感じか。まあ、ステップ2行きましょう。まあ、だからね、運がいいって言うけど、まあ、確かに運がいいんだけども、まあ、神引きできるように、てか神引きしないとあかんのよ。そのオーダーが出てる期間に必ずそれを引くっていう気持ちで引かないと、もう確率うんぬんじゃなくて、もうその期間に販売期間にもう引いとかないともう手に入らないから、そんだったらもうさ、一気に引かないとなっていう、やっぱジェムの使い方になるというか、まあそういう感じですね。まあ、ステップ2はこんな感じで、まあ、いつも通りですね。で、問題の、ステップ3。ここが、勝負ですね。ここ。お、アビリティ来い来い来い来る多分来る来る来いエースなしエースなし来い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 来た来た来たいやー、よかったよかった。ま、ちょっと待って、一周で終わっちゃった。あー、これも欲しいな。これも実はめっちゃ欲しいんだけど、火力、としてだけじゃ、欲しいな。でも終わっちゃった。いや、マジで来た。キリトバースデーね、もうすぐなんですけど、まあ一応なんかな、他のオーダーも引きたいしな。でもこれ超欲しいんだよな。カーブなのが、いろいろ使えていいんだよな。うさぎ狩りとか、大きいうさぎね、王冠のやつ、全力疾走された時にコネクトで追いかけられないかとかね。まあちょっと試そうとしたけど、一度も王冠が出なくて、前回のラビットフィーバー。あ、でもとにかく、出てよかったですね、本当に。でもやっぱあれだよね、1回で出るとかやっぱ運がいいのかな。そうですね、これが、いや、よかった、本当に欲しかったんで、取れてよかったです。皆さんもね、タンクやりたい人ぜひね、このシリカバースでおすすめなんで。なんかちょっとリアクション なんか最近あれだな。あ、いや、なんでもないっす。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。